世界が脱炭素社会構築を目指す中、これまで CO2 の排出要因の一つといわれたコンクリートを、CO2 を吸収して固まる素材に変える画期的な技術が注目されています。日本における そのため火力発電を行う各電力会社ではさまざまな最新技術の導入で CO2 の削減に取り組んでいます。日本が2050年カーボンニュートラルに向けて動き出した今中国電力グループ一体となって共にカーボンニュートラルに取り組みステークホルダーの皆様のご期待に応えて環境負荷低減に取り組むことが地域を代表する電力事業者としての使命であると考えています。 これらの取り組みの一つに CO2 吸い込むの開発があります CO2 吸い込むとは中国電力鹿島建設電化が開発したかつてない性能を持つコンクリートですその開発は鹿島建設がローマや中国の古代遺跡の建材に注目したことから始まりました古代のセメントではあるんですけれどもあのコンクリートが使われておりました 中で火を焚いたりとかということでコンクリートに自然に CO2 が取り込まれるというような状況があったとそれが5000年経った現在で,です、ね、発掘されまして非常にいい状態で残っていたとこれはやっぱり CO2 を吸わせるということがコンクリートの耐久性を高めることにつながるんじゃないかとそれをもとに研究開発が進んだというような経緯がございますこうしてまず耐久性の高いコンクリートが実現していきました。 そして CO2 を吸収するという特性に火力発電の CO2 削減に取り組む中国電力が注目しました後に共同開発者となる鹿島建設、電化が開発した長寿命コンクリートに関する技術はコンクリートを強制的に炭酸化することで緻密なコンクリートを作るものでありこの技術を CO2 を吸収することに使えないかと考え CO2 い込ムの開発に係る共同研究を開始しました試しに弊社の三隅火力発電所に炭酸化養生設備を設置し三隅火力発電所の排ガスによる炭酸化養生を行い試験製造を行って開発することに至りました技術の革新はコンクリート混和剤ガンマー C2S 通常のセメントとは異なり固まるときに CO2 と反応して炭酸カルシウムを生成することで コンクリートの中に CO2 を吸収固定しますこうしてしっかりと固まりながら合わせて CO2 も吸収するというかつてない性能が実現これは CO2 の排出源だったコンクリートの常識を変えるものです材料の組み合わせのバランスにもよるんですけれども、えー、まあ代表的なものとしましては CO2 をですね あの1立方メートルのコンクリートの中に100キロを超えるような量として固定することが可能になっています試験的に作られたコンクリートは実際に電力施設や公共の場所で利用されています通常のコンクリートと同等の品質と強度を保つことも実証されたといいます現状では CO2 水コムは工場で製作する無菌のプレキャストコンクリートにしか適用できません そのため鉄筋コンクリートや現場打設するコンクリートへの適用範囲の拡大と一般製品に対して価格が割高であるコストの低減が大きな課題と考えています。これらをクリアすることができればさらなる普及拡大につながると考えています。古代の技術とかですねそういったものを分析することによって新しい技術が生まれるっていうのはあの割と珍しいタイプの研究開発だと思います。 企業として、えー、そのいわゆる営業を追求するとかそういうことではなくてですねやはりあの社会課題の解決としてやるべきこと、まあ、それをあの我々ができるというところにやっぱり喜びがあってですねこういったものをやっぱ積極的に広げていくっていうところが非常に重要なことだと思っています。このコンクリートの開発から10年を経てますます重要性を高める脱炭素への取り組み。 2050年カーボンニュートラルの達成という掛け声とともに今、大きな期待を集めています。